ぱりあの表通りもいいんですけども裏通りもいいんですよね。なんか人間のサイズがあるというか、なんか落ち着くんですよね。やっぱ歩くということは結局裏通り歩くということなんだと思うんですよ。表通り歩くよりは裏通り歩く方がいいと。ここにですね、非常に鋭い人生の真実があるような気がしますね。